こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。対中政策を強固に進める米国ですが、今回、大統領選挙中に中国に対する警告とも思われる警告が行われました。戦略爆撃機の中国への侵入です。では、どんな作戦だったのか、詳しく話していきますね。たまには、逆の立場になった方がいいかな。2020年11月27日、香港メディアのサウスチャイナモーニングポストは、アメリカ空軍の B-1B 戦略爆撃機2機が中国の防空識別圏に侵入したと報じており、アメリカによる中国牽制の示威行為だとみられる。サウスチャイナモーニングポストは、この情報を民間の航空機、追跡サービスであるエアクラフトスポットから引用しており、それによれ、バ B-1B 戦略爆撃機2機はアメリカのグアム島から発進したという。グアム島のアンダーセン基地から発進した B-1B 戦略爆撃機2機は、空中空輸機2機も追反させており、これらからの空中給油を受けながらまず北西の日本方面に向かい飛行、以後、台湾方面の西へ向かった。そして、その方向のまま、東シナ海の中国が設定している。防空識別圏に侵入した模様で、この動きを受けた中国空軍は、戦闘機2機をスクランブル発進させ、B-1B 戦略爆撃機2機に警告を発したという。中国軍は、今回の B-1B 戦略爆撃機2機が侵入した東シナ海をはじめとして、南シナ海、渤海などの4カ所で、この当時、同時に軍事演習を敢行しており、それらに向けたアメリカの牽制行動だと思われる。ことに、2020年9月以降、台湾領空への中国軍機の侵犯行為は、多発しているが、台湾空軍主力の150機の F-16A-B ブロック20戦闘機は、1990年代調達の機体につき、老朽化が激しく、ちょうど訓練中の、事故発生から飛行停止中だ。こうした台湾の防空面での危機的な状況もあり、アメリカ空軍は今回、B-1B 戦略爆撃機2機を中国の防空識別圏へ侵入させたと、見られており、台湾へのアシストを狙った行動だったのだろう。サウスチャイナモーニングポストは、今回の件をアメリカが B-1B 戦略、爆撃機ほどの大型の軍用機に、このような飛行をさせることは稀であり、かなり直接的な中国への警告だと推察している。B-1B 戦略爆撃機は、1970年代に旧ロックウェル社が開発した戦略爆撃機であり、現在は、吸収したボーイング社が供給しているが大型の、爆撃機として、稀有な可変翼を持つことで知られている機体だ。まず、4機が試作機 B-1A として製造されたが、今回の B-1B はその改良。量産型として登場し、1986年の実戦配備から、現在まで200機が収益、1990年代に、米ソの冷戦構造が終了したこともあり、未だ現役を続行している。B-1B 戦略爆撃機は、
乗員4名、全長 44.81m、全幅最大 41.67m、最小 23.84m、全高 10.36m。エンジンターボファン4機、爆弾搭載量機内 34.02トン、機外 26.7 トンを誇る。この機体で最高速度は約マッハ 1.25、 航続距離約12000km。胴体内には3つのウェポンベイを持ち、自由落下式の無誘導爆弾から精密誘導の爆弾、各種巡航ミサイルまで運用可能だ。B-1B 戦略爆撃機は、2001年のアフガニスタン紛争をはじめとして、2003年のイラク戦争、2011年のリビア内戦、2015年、2018年のシリア内戦など、複数の中東方面での豊富な実戦投入経験を持っている。ただし、当時の米ソ冷戦終結の時代背景もあり、1994年には第二次戦略兵器削減条約、スタート、II の制限対象となったため、現在配備されている。機体は、前機が核兵器運用能力は有していない。B-1B 戦略爆撃機は、航空自衛隊も F-15J イーグル戦闘機への搭載のため、調達を進めているジャスムやルラスム等の巡航ミサイルも、運用可能であり、空対地、空対艦攻撃に使用可能だ。ジャスムは正確にはジャスム ER であり、その最大射程距離約 925km に及ぶ空対地攻撃が可能な性能は、敵の射程距離外から攻撃を行うスタンドオフミサイルだと防衛省は表現している。ルラスムは空対地巡航ミサイルであるジャスム ER をベースに空対艦巡航ミサイルへと発展させたものであり、ジャスム ER 同様の敵艦向けのスタンドオフミサイルと考えることができる。なお、ジャスム ER はすでに2016年よりさらに射程距離を2倍以上となる約 1900km まで延伸した新型のジャスム XR の開発も進められており、いずれ日本でも調達されると考えられる。ただこれらジャスム系の巡航ミサイルは射程距離の延伸は確実に進んではいるものの、速度そのものは以前亜音速の巡航ミサイルであり、その速度ゆえに敵から迎撃される可能性は依然として残る。2020年9月には中国の SNS 上に中国空軍が投稿した動画が出回り、それは同空軍の H6 キロ爆撃機がグアム島のアンダーセン基地とおぼしき目標を空対地巡航ミサイルで攻撃する内容となっていた。これが実際に可能となれば、今回のようなグアム島のアンダーセン基地からの B-1B 戦略爆撃機発進は困難となるわけだが、すでにアメリカ自体もこれを憂慮し、戦略爆撃機を本土に戻す動きをしている。今後は、こうした長距離巡航ミサイルの長射程化や極超音速化の影響で、従来のようなアメリカ軍の持つ攻撃力が危ぶまれる事態が深刻化していく可能性が高いだろう。
アメリカ空軍 F-35A 戦闘機と中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇している情報をキャッチしました。調べているうちに、この J-20 戦闘機のヤバい情報を入手しました。今回は J-20 戦闘機を中心に詳しく見てきますね。中国空軍の最新鋭戦闘機、殲20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称は、タケシ竜、マイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されています。その第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22、ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B、垂直、短距離離着陸型、ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機です。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において、この3機種、F-35 には、派生型として、通常離着陸型の A 型と、艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始された、ロシアのスホ、イ-57 だけです。2022年3月に、アメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っている。それによると、東シナ海において、アメリカ軍の F-35 形式は、不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して、交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって、J-20 の性能と中国軍パイロットの練り度について、想像していた以上に高いものであったとしています。また、その際に、付近には、中国空軍の早期警戒管制機、KJ-500、空強500も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で、対抗策を講じるべきと指摘しました。なお、ウィルスバック司令官は、J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つ、マルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような聖空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしています。J-20 は、中国航空工業集団公司の一つである成都比企工業公司で開発されたことから、チェングズ、成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では、死体、中国語で、リボンを意味するとも呼ばれています。これは、第5世代機の中国での呼び方である、4代機の、4代、と、死体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているのです。J-20 の開発は、1990年代に始まり、2010年の末に、成都比企工業公司のテスト飛行場敷地内で、地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに、機体の画像が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになりました。2011年1月には、初飛行に成功したが、その機体が、電波吸収素材の塗装が確認されたことから、ステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積、RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値は、アメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで、F-22 も0.0002 から0.0005平方メートルであることと比べると、ステルス性能では
若干劣ると見られています。2016年11月1日に広東省の多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしました。2018年9月には J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされています。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられています。現時点で推定されている J20 の初舷は全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空挙重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度 20,000 メートル、最高速度 2,500 平方キロメートル、最大航続距離 5,900km とされ、総発のエンジンは、初期型においては、ロシア製デスホ、E27、フランカーに搭載されている、サトゥールン AL31FM に、最大推力 145kN を搭載していました。しかし、2021年9月に行われた航空ショーで、国産エンジンの WS10C、最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしました。中国では、J20 用エンジンとして、WS15、最大推力 180kN の開発を進めていますが、それが難航しているために、すでに開発済みであった、WS10 の推力を引き上げ、挙手状のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたのです。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から、WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙 SCMP が報じています。また、J20 のセンサーには、アクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は24kW に達するとされています。この数値は F22 が搭載している AESA レーダー ANAPG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長いのではないかと見られています。また、J20 には F35 に搭載されている ANAAQ37 エオダスによく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えていますが、F35 の EOTS-86 が空対空、空対地赤外線捜索、追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の補足、照準に比重を置いていると見られています。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは、1億から1億2000万ドル、約132から160億円と言われていますが、2000年代の初頭では、4億5000から5億元、約88から98億円、とされていたもので、それは、開発過程において、大幅にコストが上昇したことを意味しており、
推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られています。 F-35 のコストは直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり約7300万ユーロ、93億円で購入するとされていることからすると、 J20 はかなり高いが、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われます。また日本が購入する F35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないかなどとして批判する声が左翼政党や左翼メディアなどから上がっていますが、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているのです。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産整備を部分的に任せることを挙げており、 F35A を選定するにあたってはアメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めています。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためですが、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのです。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっています。しかしながら、これについては、過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16、ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代、第6世代とされる戦闘機を開発するのだから、当然とする見方があります。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは、国防上必須であり、特に高額な装備品である、戦闘機の国産開発、製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている、現状を踏まえ、ここは、多額の投資によって、国内企業の防衛産業参画を促しておくべきでしょう。ロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象があります。こうなってくると、日本も遅れを取らないようにしなければなりません。もはや、中国はアメリカに次ぐ軍事国家と言っても過言ではなさそうですよね。ロシアは、現在、兵力や武力不足で衰退していますし、意識する本当の相手は中国なのかもしれません。日本も遅れることなく、この波に乗ってほしいものです。